品が全体のテンポや登場人物の性格によってその印象が大きく変わる。今日はこのテキストからこれらを学ぼう。中学の演劇部で使われている簡単なストーリーだ。すぐに立ち稽古に入るぞ。めずずない。俺が訳してやる。訳さんでいい。ストーリーはこうだ。ここは小沢家のリビング。下手の台所でお母さんが腹歌交じりに夕食の準備をしている。タンタンタカタカタンタンタン。タンタンタカタカタンタンハーン。タンタンタカタカタンタンタン。タカタカタン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 。そこに腹をすかせた娘が学校から帰ってくる。ただいま。いい匂い。何を作ってんの？この娘の問いに、ひろこの大好きなスカンジナミア産天然紅鮭のクリーム入りとブルゴーニュフォアグラの赤ワイン蒸し松酒添いよと答える母。あとはサラダを盛るだけの母は、そうだ、ドレッシングを作らなくちゃと台所へ。我慢のできない娘は母の目を結び一口つまみ食い。うっ、うまーい。もう一口。うまい。うますぎる。飲み込む料理、料理を口に運ぶ娘。それが喉に詰まり倒れる。苦しむ娘。それに気づいた母はすぐに119番。上手消防署の担当者は、救急ですか、火事ですかと冷静に対応。懐電灯を回しながらやってくる。何を食べましたかの問いに、スカンジナミア産天然紅鮭のクリーム煮とブルゴーニュフォアグラの赤ワイン蒸し松茸丼ですと答える。しかし脈を取ろうとした救急隊員の腕の中で、悲しいから娘は息絶える。隊員の手遅れですとセリフの後に、はあは娘の名を大声で叫び、泣き崩れたのであった。まあ、ざっとこんな内容だ。長い長いよな。はい。ミーフィーは下手で料理作る母親。ショートの若身で電話待つ救急隊員。ああ、出番までは後ろ向いててくれ。娘は仕方がない。俺がやろう。よーい、はい、キュー。タンタカタカタカタンタンタン、タンタカタカタカタンタンタン、タンタカタカタカタンタンタン、タカタカタン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 。これは、いい匂い。何を作ってんの？ひろこの大好きなスカンジナミア産天然紅だけのクリーム煮とブルゴーニュフォアグラの赤ワイン蒸し松茸丼よ。食べていい？ダメ、ご飯まで待つの。そうだ、ドレッシング作らなくちゃ。うん、うまい。もう一口。うまい。うますぎる。バタン。どうしたの、ひろこ。ひろこ、ああ、どうや、119番、ピッパッパ。はい、119番、救急ですか、火事ですか。救急です、うちの娘が、ひろこが。ピーポー、ピーポー。この少女は何か食べましたね。はい、ひろこの大好きなスカンジナミア産天然紅鮭のクリーム煮とブルゴーニュフォアグラの赤ワイン蒸し、まさかどいです。ひろこ、うん。
手遅れです。ひろこ、ひろこ。はいはーっと。いいぞいいぞ。オーケー。次に同じストーリーをテンポアップでやってみる。するとこうなる。ミッフィー、巻き抜け。テンポアップですね。任せて。じゃまけ。よーい。はい、キュー。ドラえもん、ヒロくんしか2年目で激しいブロックが重要。トミー、ダメ、ゴムだ。そうだ、取り引かれちゃう。ママ、どうするよ、ママ。ちょっと、ヒロくん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 、このように展開が早すぎるとオーディエンスがついてこない。オーデン、オーディエンス、観客だ。悲しいストーリーもコミカルに見えてしまうだろう。疲れるしね。では逆にゆっくりやるとどうなるか。ミーフィー、思いっきりスドーでいけ。思いっきり任せて、ちょんまぎよーい。はい、キュー。どこどこどめちゃうし、俺出番ねえし。このように演劇作品にはテンポが重要だ。はい、はい、次に登場人物の性格だ。明るい、暗い、ねじっこい、さっぱり、 S なのか、バンバンバン、 M なのかによって相手の反応が、そして物語が変わる。もし、この人物が、〇〇だったらと考えてみよう。はい。じゃあ、もしお母さんが、すっごくごくごく、はーきちんとなんかだったら。面白い。お母さんはすでに酔っている。それに影響される人々。行くぞ。もし、お母さんが、キッチンドランカーだったら、
よーい、はい、キュー。グググググ。幸せは歩いてこない、だから歩いていくんだね。一日一歩、右肩三歩、三歩進んで二歩下がる、あハートだからいい。ただいま。いい匂い、何を作ってんの？ひろこの大好きなスカンジちゃって、ねいちもさちもどうにもブルドッグ、ワイレットの心どんだけ上手よ。よく運ばれ、酔えるまれ、タブティダメ、前半じゃなくて後半まで待つのろ。はいはい、後半ね。おっと、ロレックス作んなきゃ。時計作ってどうすんのよ。多分どうれしぬね。うまい、もう一口。うまい、うますぎる。バタン、どうしたのひろこ。バタンって、死んだ天使が帰ってきたって。あー、はい、119番、ピッパパ。はい、119番、救急ですか、火事ですか。救急です。うちの娘が、ひろこがゲロゲロ。ピーポーピーポー、この症状は何かダメましたね。うん、酒臭い。キラリン、スカンジちゃって、にちもさちもどうにもブルドッグ、ワイレットの心どんだけ上手でーす。昭和と平成がてんこ盛りです。あ、ひろこ、ひろこ助けて、この子は女と一つで育てた大事な大事な娘なんです。知れるやつか、ご主人は。この子が小さい時に。そうだったんですか。だからだから、あ、私と結婚して。あーっと、娘、助かってからプロポーズせや。さあ、次は。ああ、はい。もし、救急隊員が彼女に振られたばっかりで、死に手が口癖になっていたら。いいぞ、深い悲しみに沈む男の演技だ。もし、救急隊員が彼女に振られたばっかりで、ものすごく落ち込んでいて、死に手が愚痴癖になっていたら、よーい、はい、キュー。タンタカタカタカタンタンタン、タンタカタカタカタンタンタン、タンタカタカタカタンタンタン、タカタカタン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 。ただいま。いい匂い、何を作ってるの？ひろこの大好きなスカンジナミア産天然紅だけのクリーム煮とブルゴーニュフォアグラの赤ワイン蒸マスタケジョイよ。食べていい？ダメ、ご飯まで待つの。そうだ、ドレッシング作らなくちゃ。うまい、もう一口。うまい、うますぎる。うわたん、どうしたのひろこ、ひろこ。あー、大変、119番、ピッパパ。死にて、はい、救急ですか、同じですか。救急です。はぁ、かまけちます。ピッポ、ピッポ、死にて。早く、娘が死にそうなんです。死にそう。キチョリン、何か食べましたね。はい、ひろこの大好きなスカンジナミアさん天然紅だけでクリーム煮と。クリカ、こういうクリームは死ぬんだ。えい、えい、食ってやる、死んでやる。バタン、カーッと、娘、助けてから死ねや。まあ、このように登場人物一
一人の性格が変われば周りのリアクションも物語も変わるということが分かったと思う。はい、はい、ではこの3人がとにかく明るいお笑い大好きな性格だったらこの悲しい物語はどう変わるのかやってみよう。もしこの3人がとにかく明るいお笑い大好きな性格だったらよーい、はい、キュー、すっちゃらすちゃらかすんちゃんちゃん、オッケー、すっちゃらすちゃらかすんちゃんちゃん、ふがう、やっぱ笑点は面白いわ。中島三平くん、うちの娘向こうならないかしら。あそこの一門はみんな名前の下に平の字がつくのよね。三平とか飛んで平みたいに。だから孫の名前はペーペイ。世界羽ばたく林家ペーペイに決定で、金ちゃんか。え、ご存知ない？どうもすいません。って、古いか。あははは。おっと、ドレッシング作らなくちゃ。ドレッシング、ドレッシング、ドレッシング、グー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 。いーはー、バンバンコーッ。あら、今日は、逆さ言葉ね。はい、こんばんはと言いました。いい匂い。いい匂いと言ってます。お前の大好きなスカンジナミアさん。天然紅鮭のクリーム煮とブルゴーニュフォアグラの赤ワイン蒸し。バスタケジョイよ。いい、食べた？食べていいと聞いてます。ダメ。ご飯まで待つの。私待つわ。いつまでも待つわ。イエシェーク。苦しいと言ってます。え、ひろこ？ひろこ？あ、ひろこ、あ、そう、大変、百十二番、ピッポパ。ただいま4時、7時30分、30秒、お知らせします。あーら、1分遅れてる。ひろこ！はい、これよ、ピッポパ。1.4 番号案内です。3丁目の鈴木さんちの番号を知るかじゃない、落ち着いて。そう、これよ、ピッポパ。日本道路交通情報センターです。マニアック。そうよ、119番よ。救急ですか、風邪ですかってすぐ出るはずよ、ピッポパ。はい、 M ですか S ですか。 L でお願いします。うちの子、ポテトが大好きで。石塚救急車、急いでください。すぐ行きます。チュー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 ワンパンコー、ワンパンコー。石塚なんて挨拶いいのよ、うちの娘が。この症状は何か食べましたね。はい、娘の大好きなスカンジナミアさん、天然石塚。それですね、もしかしたら毒か。うん、うまーい。いや、もしかしてこっちに毒が。うまーい。石るか。どんどん、どうすれば。そうよ、救急車、ピッポパ。つながらない？どうして？もう一度。つながらない？そんなはずないわ。ちゃんと119番、ピッポパン。つながらない？どうして？どうして？と思ったら、これ、テレビのリモコン。いつもでもきちゃんじゃ。どうもすいません。
僕がねまだ中文連、中文連ってわかるかな、中学校文化連盟で演劇部の審査員をやってる時に、どっかの中学校が、新入部員を集めるためにこんな催しをやっていますっていうネタを聞いたのね。これ使えるなと思ったん でそれを3人のために脚色をさせてもらいました。だからもう堂々との頭の部分でね、中学校の演劇部で使われている簡単な演目だって言ったよね。ただ実際にここまでだと簡単とは言えないけどね、よくやってると思います。同じことを何度もね、こういう状況だったら役はどう変わるか、芝居はどう変わるかっていう、まあ、演劇の基礎みたいなところだよね。楽しんでもらってると思います。活動ね、あのね、まあ、正直な話ね、最初は2人からスタートしたんです。でその時にはまだ基礎訓練というのをきちんとやっててね、発声訓練とか、役者なんて最終的に残るのは肉体ですからね、その表情を相手に伝えるという肉体が残る、もちろん声も含めてです。そうなると基本訓練が欠かせません。まず明確なセリフっていうかな、的確な演技っていうかな、そうすると声セリフは聞こえて当たり前ですので、そうなると訓練が必要です。ところがね、3人体制になって台本が当たるようになると、もう台本読むとか演技することばっかりに集中しちゃって、基礎訓練がちょっとおろそかだと思います。で演劇っていうのはサービス業ですから、サービス業なんです。だからその普通のサービス業と違うところがね、例えばクリーニング屋さんだったら汚れた洗濯物に出してね、汚れた部分がきれいになって、わあきれいになった、汚れ落ちてる、嬉しいですもんね。これ嬉しいですよね。内装屋さんどうでしょうね、壁がきれいに真っ白になりましたって、わあきれいって、わあ素敵なんてね、きれいとか素敵ですよね。演劇っていやもちろんきれい素敵もあるんですが、見て悔しいとかね、なぜこんな風になるんだ、怒ったりとかね、泣いたりとかね、これ全部ひっくるめてますよね。そうなるとそこに表現するという力が必要ですから、本当にね、基礎訓練をまだまだやろうと思っています。まだまだ明確にセリフが届く、的確に相手にお客さんに感情が届くということをこれからまだまだやっていこうと思っています。よくやってるのよ、よくやってるんだけど、障害者だからこんなもんだって、僕児童劇団長いんですけど、子供なんだからこの程度だって言っちゃったら、彼らの伸びしろそこで止まっちゃうでしょ。だからやらせる、でやってみてダメだったら考えましょう。でもやる前から諦めるのはやめましょう、そう思ってます。だからたくましいと思うよ、うちの3人は。そんなとこかな、よくやってると思います。まあ稽古の時は褒めないけどね、よくやってると思う。よく頑張れ頑張れって言うでしょう、言葉が持つニュアンスというのがあって、頑張れってどんなニュアンスかなって思ったら、例えば相手がいたらその相手を蹴落としてでも前に進めとか上に登れとか、そういったイメージじゃないかな、頑張れ頑張れっていうのは。だけど演劇のこの3人に求められてるのは、ああ今日稽古行きたくないな、また金田一に何か言われるんだろうなとかね、わあこのセリフ長いなとかね、わあこれこの間うまくいかなかったなと思ったら自分に負けそうになるでしょ。その時は頑張れ頑張れ、蹴落とす相手いませんから。負けるんでないよ、弱い自分に負けるんじゃないよ、もう伝えたいのはそこですね。だからよう頑張ってると思う、でも頑張るんじゃない、負けるんでないよ。ハジキャプシアターショータイムの座長を務めています三好弘樹と申します。僕の趣味に関しては体を動かすことが大好きで、アルピンスキーをやったりとか書道をやった楽しく、生活しております。ミッフィー小沢の役を務めています。小沢育です。育は、趣味はコーヒー入れることです。と、特に甘いものが好きです。うち帰ったらもう遊ぶところです。よろしくお願いします。僕の名前は藤田翔太郎です。僕は一生懸命仕事をしています。趣味はとても負けないお仕事のリーダーとなっております。よろしくお願いします。今まで練習してきて今日の方が一番いい出来で終われて本当に安心しました。私はつまみ食いの中では一応お母さんの役だったでしたが、このやり取りがちょっと難しかったけど、でも意外と
楽しかったなと思って感じがしました。僕は毎日練習してます。早口でとても頑張っております。どちどち固まってしまっちゃったけども、たまにはちょっと悔しいです。これからは毎日練習して努力します。いろんな役をいただいて、お客さんにたくさん笑いを取っていただきたいという気持ちを込めて、こういう演劇の機会を作ってくださいました。ありがとうございます。私は、演劇でお客さんの人たちも楽しませるような演劇をしたくて、そこで協力して頑張ってました。僕は毎日練習してます。僕はたまにはちょっと練習がくじけてもちゃんとやりました。このハンディキャップシアターショータイムをもっともっと知名度を上げるようにやっていきたいなと思っています。横山大輝さんみたいにミュージカルを、するのが夢でした。そういうダンスとか歌が大好きです。そういう夢を、したくて考えました。僕は毎日お仕事をしてます。僕は大丈夫だけども、まだまだ練習するかを分かりません。また頑張ります。息子の夢が小学校の時に俳優さんになりたかったんですね、はい、それで学習発表会の時に一人で全部の役をやってってことで、でもまあ子供の夢なので夢で終わってしまってたんですけども、30歳というかチャレンジキャンパスで金田一先生が演劇指導して、その演劇を見て僕も演劇をやりたいっていうふうに言うようになって、いくちゃんも多分同じだと思うんですけども、それで先生にお願いしてお仕事が終わった日に演劇が始まったんですけども、まあ、確かに厳しい指導ではあるんですけど、でもとにかく大好きみたいで、仲間が大好き、金田一先生に対するも憧れがすごくて、あんな風になりたいっていう、そんな思いで活動してるのを見て、翔太郎君が僕もしたいってことで入ってきて、最初は2人だったので行く&ひろっていう形で出てたんですけども、3人が入って名前どうするって考えて、でハンディキャップシアターショータイムという名前にして活動してる形ですね、はい。とにかく一生懸命やってますよね。頑張ってる姿はすごいなって、これだけの時間と情熱を注いでここまでできてるんだなっていうのは感心して見ています。このハンディキャップシアターショータイムの新しいバージョンのつまみ食いができたので、あとは皆様の笑顔が見たいなと思っています。バカすぎジョンマンゲワンバンバー。